猫自慢登場のにゃんこたち。東京の下町谷中を走る人力車の看板猫ミー、16歳の女の子です。飼い主の近藤さんと一緒に猫の町谷中を観光客の皆さんに案内しています。16歳だけどまだまだ現役、お客さんの膝と心を温めています。はあ、眠くなっちゃった。山の中に暮らしていた元保護猫の熊尾、推定10歳の男の子です。最初はビビって物陰に隠れてばかりだったけど、優しい飼い主さんに見守られお茶目なにゃんこに。人気雑誌の表紙も飾ったスター猫になりました。こちらの3匹も元保護猫、子どもたちの心の教育に活躍するセラピーキャットなんです。みんな性格が穏やかなので知らない人に触られても大丈夫。でも嫌なことをされるとすぐ逃げちゃいます。この気ままな性格が子供たちに相手の気持ちを考えさせるきっかけになるんだって。そうそう、優しくしてちょうだいね。レモンとミント、生後間もなくカラスに狙われていたところを保護されました。最初は体調も良くなかったけど、ボランティアさんが大事に育ててくれたおかげで2匹ともわんぱくな男の子に成長。そして保護されてから1ヶ月後、新しい家族のもとへ旅立ちました。いつまでも幸せにね。